カナンガは今後民主共和国中部の都市である。中央火災州の州都である。以前はルルアブールと呼ばれていた。2012年の調査で人口は約106万人である。カナンガの町の起こりはドイツ人の探検家ヘルマン・ウィスマンがルルア川の左岸に周辺開発のための根拠地を作ったものである。ウィスマンはこの場所をマランドジーと名付けた。 アンゴラのマランジェから来ていた彼の荷物を運ぶ、現地人たちの提案による名前であった。後に、鉄道が川の反対側を通ることになると、町はそれに合わせて対岸へと移転した。新たにできた町の名前は、ルルーイバーグと呼ばれた。なお、移転前の場所に残った町は、今日まで、マランドジー・マクルーと呼ばれている。1960年、 当時のベルギー領今後がベルギーから独立するために行われたブリュッセル円卓会議の交渉の場で新たな国の首都を近所さからルルアブールに移すことが話し合われた。しかし複数の政治的妨害、そして特にアルバート・カロンジと南火災鉱山国による分離独立の試みもあってこの合意は実施されなかった。1962年、 政府が南火災鉱山国を再攻略すると、ルルアブールは火災オクシデンタル州の州都となった。1966年、モブツセセセコ大統領は、コンゴ人のアイデンティティを取り戻す運動の一環として多くの都市を解明した。レオポルドビルは、金社社になり、ルルアブールもカナンガとなった。2006年の新憲法交付に伴い、コンゴは25の州都。 首都近社さんに新たに分割されることとなった。火災オクシデンタル州は二つの州に分かれることになり、カナンガはそのうちのルルア州に属し、その州都となることが決まった。カナンガは、火災川の支流であるルルア川沿いに位置する。イレボと、ルブン橋を結ぶ鉄道が通っている。博物館やカナンガ空港などを持つなど、周辺地域における重要な商業的な中心地。 行政上の中心地となっている。カナン川はダイヤモンド交渉や穀物農業で知られている。綿花の栽培地やコーヒー園もある。地下に様々な鉱物資源が豊富に存在する。ありがとうございます。